プロバスケットボール B2 リーグの愛媛オレンジバイキングスの選手らが今日、県内のコンビニエンスストアで一日店長を務めました。松山市のファミリーマート大手町店で一日店長を務めたのは、愛媛オレンジバイキングス在籍1年目のルーキー金本和真選手とマスコットキャラクターのバルトです。県内およそ220店舗のファミリーマートでは、今月6日から愛媛のホーム戦のチケット販売をスタート。金本選手は来店客らに機械を使ったチケットの購入方法を案内したり、年末年始のホーム戦の告知チラシを配ったりして、店長として自らチームを PR していました。コンビニ戦で試合があるので、コンビニでもこうチケットを買えたりということで、もっと身近になって、ブースターの方がもっともっと増えていただいて、試合に見てもらえる機会が増えればなというふうに思います。愛媛県で試合があるので、現在西地区最下位の愛媛オレンジバイキングス、よろしくお願いします。あさって20日と今週22日23日に松山市総合コミュニティセンターで行われるホーム戦で巻き返しを図ります。